whispering hand in hand, just like children like to do. Their eyes, what are they looking for? White dress flutters beat their song, starting to make some sense. Thank you.
Goodbye. Goodbye.
江戸の深川九重町に駅舎の看板を上げております村上源さん。これは占いというのは世間を欺きます表看板。実際はと申しますと、上坂井戸を大滝を足がかりとして旅人を相手にゆすり語りぶったくり、時とも愛によっちゃが旅人の命に奪って金を取る悪の数々を積み重ねました悪と、大滝の源蔵という男でございました。役人の目が厳しくなったんで、上坂井戸じゃが仕事ができない江戸に潜り込んできて、駅舎占いという看板をあげた。なんでこんなやつに駅が当たりますかね。ですから現在に駅を見てもらった後で腐ったものを食っても当たった試しがないなんて、これ近所の評判ですよ。さあ評判が悪い、客が来ない、悪事を企む。自分の実の妹のお作上総大滝の座にて彦兵衛という夫とお里という十七になる娘と親子三人わずかばかりの電池電波田を耕して、まあ、細々と暮らしていた。ところが夫の彦兵衛が脳卒中というやつでポクッと死んだ。途端に暮らしに困った。さあ金に困っていた源斎がこれに目をつけた。どうだよお作、娘のお里を江戸へ出さねえか。いや俺がお出入りしているな、ああ木場の材木問屋の大井屋さんの娘さんがな、体の具合が悪いんだよ。向島の木墓地の寮で出養生してんだ。話し相手遊び相手が欲しいんだと常々言われてんだよ。どうだよ、そういうお嬢さんの遊び相手話し相手ならよ、行儀作法も覚える。お給金もたんまりもらえらあな。お前んところへ仕送りができようとこういうわけだ。娘のためだ、お里江戸へよこしなよ。悪いやつは悪い知恵が働くんで、十七になりましたこのお里を江戸へ連れ出してどうしたかというと、自分の悪をしていた時の弟ヤックの軍事というやつが共に江戸に潜り込んできて、江戸町二丁目吉原ですね、あの吉原の岩井屋という女郎屋でもって働いて、このヤックの軍事と相談をしてその岩井屋へこともあろうにお里を三十両という金でもってこれを女郎に売り飛ばしちまった。売り飛ばした金はね、二人で七三に山分けして博打であっという間に使っちまったよ。かわいそうなのが母親のお作だ。頼りがあるか仕送りがあるか、仕送りを楽しみに待って傷んだがなしのつぶてだ。泣いて泣いて泣き暮らしていたんだが、こう思う親の情、上総大滝の座位から尋ね尋ねまして江戸深川九重町源斎の家へ。兄さん、娘は達者かね。これにゃ悪の源斎も驚いた。おお、よく来たなおい。いやいや、こっちからつけもな出さなきゃいけねえと思ってたんだが、何しろ俺はな、客が多くて忙しくて、すまねすまね。まあまあまあ、疲れてんだろうから上がってくれよ。え、いや、木墓地のな大屋さんの寮へ行ったよお里のやつ、お嬢さん泣いてしやがって。前と違ってな、綺麗な着物着てよ、化粧して俺の前に三指ついて、おじさま、お久しぶりございます挨拶された時には俺は別人かと思ったよ。兄さん、あたしもこれから行ってその姿が見たいだが、おっとそらまずい、ダメだぞ。
え？おめえのそんななりで言ってみろよ。お里が帰って周りの人に気兼ねして恥ずかしい思いする。俺がな、着物あつれてやるか。着物ができたらそいつに来てさ、俺が連れてってやるから、まあ、しばらく待ってない。二日三日知らん顔だ。兄さん、いつになったら娘に会えるんだい。そうだな。だったらなんだ、俺がな、手紙行けて、で、お里のところへ持たしてやるから。そしたらな、誰かにおめえのこと向けに来てもらうじゃねえか。何、材木問屋の寮なんぞに手紙書けるわけはないですよ。お里は吉原の女郎屋に売り飛ばしちまってるんですから。兄さん、娘にまだ会えねえかね。うせえな。く、薄くれあんどんの隣に座るやって、そんな哀れっぽい若出してるところ客にでも見られてみやがれ。化け物でも飼ってると思うじゃねえか。おめえみてえなやつがな、こんなところでウロウロしてるってと客は嫌がってこねえや。お、逃げやがれ。いいか、下から下降りてきちゃならねえぞ。もしも下へでも降りてきやがったら、娘んところに無形の使いは出してやらねえからな。とっとと逃げに引っ込んでやれ。娘には言ったり泣いて泣いて泣き暮らしているうちに、だん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 と両の目が腫れ上がってきて、だんだんこう目が見えなくなってくる様子。兄さん、腹減ったで、なんか食い物があったらもらいてんだけど。たくよく腹減らしゃ、逃げる飯に毛を掘りなめたらどうしたんだ。ありゃおとついもらったもんだ。それっきり何も食べてねえだ。食べねえ方がいいんだよ。食いすぎて腹膨れるってえと目の皮たるむってぞ。昔から目が悪いんだ。今支度してあるから待っとるってく。とんだやっけものしょい込んじまったよ。5日経っても7日経っても知らん顔で、そのうちに15日20日両の目が腫れふさが、
白髪交じりの髪の毛へ驚に振り乱す。着ていた着物なんざが赤に汚れて薄汚い。骨と皮だけに野生た体。ずる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 立ち上がる子を力がないのか、階段の上がりがまちのところまで這いつってくるとね、下にいる兄の顔をじーと見ちゃが、兄さん、まだ娘に会えないかい。娘が早く迎えに来てくれ。迎えに来てくれ。勤めがつらい。夢の中で泣いてるんだよ。うるせえな。黙ってねえと承知しねえぞ。夜となく昼となく娘のことを案じ、娘にあがじたり娘にあじたりと泣き暮らす母親。思いは同じ娘のお里。材木問屋さんのお嬢さんの相手をするというつもりで江戸へ出てきた。よもっと違う男と枕を交わします吉原の女郎つと、客を取るのは嫌だと拒むたんびに、旦那はじめ店の連中から縄で縛られる、吊るし下げられる、鞭で打たれて攻めせ、泣いて泣いて泣き暮らしている。今日も今日とて俗に言うあの階段の下の汚い部屋、安頓部屋とこう言いますが、痩せ細った青い顔、しょっぽりと座って物思いにふけっているところへ、ガラッと障子開けて入ってできたのか。これが申し上げました現在の弟分、悪友の一人でございますやっこの権次ってやつ。おい、また泣いてやるがでしょ。泣いたって仕方がねえじゃねえかよ。早く覚悟を決めて顔におしょろいでも塗って客の横に寝やがれこんしょ。最初は誰でもやだやだって言うんだがな、おい。いっぺん吉原の泥水飲んでみろい。二度と綺麗な水なんざ飲めなくなら。なあ、国を出るときにゃが泣きの涙で出てきたが、今じゃが国のお山を見るのも嫌。みんなそうなんだよ。慣れちまいな。メンチメンチ違った男と楽しく一緒に寝てよ。うめえものを食って、そうだろ、そのうちにはおめえ客がしくてあまたになってみろ。ズーズー弁で喋ってるやつがそうであるにすそうだます、こうしてこんなんし。おい、まだ泣いてんのかしょ。いくら泣いてもわめいてもおめえは二度とこっから出られねえんだい。おい、覚悟を決めてな、客取る支度しろい。わったな。そのまんまバタッ、ふすまが閉めると言うとダダダダダダダ、向こう行っちまったよ。しばらくの間このじーと下が向いていたお里。おじさんに騙された。今の言葉にゃ二度とこっからは出られない。こんな苦界で一生終わるくらいなら生きていたって仕方がない。
おっかさん、おっかさん、おっかさんに先立つ不幸は許してください。おのれおじの人皮人目、人に恨みがあるかない、思い知らして、かねて覚悟をしていたのですが、懐から取り出した舞い合わせの紙そり、その紙そりの刃、喉へ意を決したもの、自らの喉をそのカミソリの鋭い刃で、じゃらん、たまったもんじゃがな、これから真っ赤な血が出る。それでもまだ死にきれなかった、無理をひとつこう振った途端に髪がバラッと散ばる。両の指にその髪の毛を絡みつけると、深川の片をさも恨めしげにじと睨んでいたのだが、何を思ったのか湧き上がりました。その柱の角に自分の死体をガーガー、死体がバカッと割れると、左の目がベルッと飛び出した。それでもまだ悔しい、柱にしがみついてじ、深川黒江町おじの高額を睨んでいた。に、兄さん、私は怖い。まだわめいてやる。どうしたんだ？今、あたしの枕元に血だらけになったお里が立ってね、ここにいると、あたしみたいになっちまうよ、おっかさん。今のうちにこっちおいで、血だらけの手でね、あたしの手を、バカなことを言うな。夢だ。夢と言いかえ、夢じゃないよ。その証拠にゃ、俺、血だらけのお里が、兄さんの後ろに。と言うな、しっこんでやろう、しっこ。そのまんま、はしごの上から顔をしっこめた途端だ。お、あ、兄、いるか、いるかい、たいだ。飛び込んで参りましたのが、吉原江戸町二丁目岩井屋に、姿を変えて潜んでおりましたやっこの権次だ。あ、兄貴、大変だぞ、お里の野郎がよ、てめえの喉切りや、あ、柱の頭ぶつけやんで死体バカって割れや、死にやがったよ、自害しやがったよ。言った途端に、はしごの上から
母親が。兄さん、何の話だい。うわっ、びっくりした。なんだ兄貴、お里の野郎がもう化けたと思ったよ。まだ化けちゃいねえ、もうじきくたばるだ。今おめえが話をした、あれがお里の母親だい。娘に合わせろ、娘に合わせろ、ギャ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 うるさくて仕方がねえんだよ。おい、親子の血は争えねえな。死んだお里が夢枕に立ったってわけか。おい、こうしちゃいられねえぞ。あのババアがこうやって身に信じギャ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 がなり立てやがる。隣近所に聞こえてみろ。それからそれと役人の耳に入って、俺たちが上総会の悪事の数々重ねていたっていうことが分かってみたら、ただじゃ済まねえ。俺たち二人も三尺高い木の皿、錆びた槍がどてっぱらプツ、この首は獄門首にさらされんで。おい、おめえよ、あの二系のババア、隅田川のあたりへでも引っ張り出して息の根止めてくれねえか。いやさ、沈めに変えてくれねえか。ほらやのか。そのぐらいのことはしろよ。ただた言わねえ。懐具合が苦しくて担当は銭は持っちゃいねえが、ここに五両の金がある。これをてめえにくれてやろうと。みんなはやらねえぞ。今渡すのは二両だ。おめえがあいつを沈めにかけて息の根へ止めたと分かったら、後金の三両はくれてやろう。仕事が終わったらそのまんま隅田の包みからここへ戻ってこい。分かって、背に腹が変えられねえや。承知して。やっこの軍事のやつはそのまんま台所へ来る。そこにあった出刃包丁一本に引っこ抜いて、こいつをこう研ぎ始めたよ。
おい、ちょいと顔を出しな。怒鳴って悪かったな。虫の居所が悪かったんだ。あのな、今な、大井屋さんの番頭さんが来てな、あ、俺が出した手紙が届いたってんだ。お前をお里に会わしてやろうって向けに来てくれたんだが、おっとっと慌てんな。どうする？雨も降ってきそうだしよ。え？夜もだいぶ更けてきた。またのことにして今日はお断りするか。ああ、断ねてもらいて。あ、雨が降ろうが夜が更けようが構わない。会わせてくだせましょう。とっと、分かった分かった。あ、だったら、あ、だだだ、危ない危ない。おめえ体フラフラしてんだ。あ、今俺が手貸してやるからな。いいか、だだ、慌てんじゃねえよ。そのまんま母親は下へ下ろした。この方がおめえを娘のところに連れてってくれんだ。俺いな。よろしくお願い申します。どうもそれじゃあ、軍事さん、じゃねえ、番頭さん、あとはよろしくお願いしますよ。心待ちます。そのまんまやっこのごろ、娘も思いますかわいそうな母の手を取って黒江町を出ました。夜遅くなりましてから隅田の包みへかかるつもりですから、わざとゆっくり、いつとはなしに高橋を渡った御嶽村の前も見えた。名題の吾妻橋を左手に見て、そのまんま枕橋を過ぎまして、まっすぐに行く隅田の包み、やがてのことに差し掛かってくる木墓地の手前へ、見巡り稲荷の社、隅田の川風がする。わずかに水面も涙出す。川むくぼに見える松木山正殿の森、そこから打ち出してくる四つの鐘も陰にこもってもの悲しく。雷だ。あの、まだ娘は起きていましょうか。四つの鐘が聞こえましたが。起きてますとも。お前さんに会いたい心で、きっと起きてますからね。あ、もう目と鼻先だ。急いで行きますかね。はい。晴れ草がって、満足に見えない目ですが、娘に会いたい一心格を伸び上がってはるか彼方も眺めて、後ろに突っ立っておりました軍事、辺りの様子を見ていたのだが、懐から取り出した手紙をくるくるっと寄りをかけると、今向こうを見て伸び上がっているその後ろから首長谷もグッとグル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 グ、おめえの思う通りにしてやろうと思って締めにかかってるんだ。
したがらした。締め殺してやろうと思ったんだが、高田で鍛えました力が、その手ぬぐいを無我夢中で振りほどくと、が、したがらしたていくやつ、後から追いすがった軍事が待ちあれこの雨か待ちあれちゃう引き戻しておいて、そのまんま肩貸しを上げるとだ蹴ったからたまらないわと呼ぶと、そのまんまずず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 ずどてげ滑り落ちて隅田の川の中へ、一旦はブクブクと沈んだんだが、浮かび上がるというと、もう無意にしっかりと捕まって、何をなさるんだ、私を殺したって大わしなんざもんじゃいねえ。うせい、おめえが会いてえ会いてえとギャ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 が騒いでいた娘のおさと、あらがな木文字の寮なんかにいやしねんで、実はな、メイドの土産に聞かしてやろうか。おめえの兄貴が、とんでもねえ悪党でな、おめえの娘を言葉巧みに江戸へ呼んで、俺と相談をしてな、俺が今潜り込んでいる吉原江戸町二丁目岩屋って女郎屋に沈めにかけたんだ。お沙汰がそいつをな、嘆いてな、泣いて泣いて泣き暮らしていたよ、バカな野郎で。命日死日夜ごとに変わる男の顔、面白おかしく暮らしていりゃ、そうでありんす、そうざますと、楽しい思いができたものを、ギャーギャーわめきやがって、とうとうな、てめえげでてめえの喉を切って、はしゃらにしゃっぴて叩きつけやがって死んじまったんだ。俺は驚きやがったな。だからよ、死んだ娘のいるメイドとやらよ、おめえも送って親子涙の対面っていうのをさしてやろうっていう情け心だったんだい。死ぬのが嫌だってくらい死めなかったかな。こうなったら仕方ねえや。おう、メイドへ送って娘に会わせてやるから、こっち来やがれ。クイに捕まっているその頭、髪の毛へ掴むと、またザザ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 手元へ引き寄せておいて、何を思ったか皮っぺり、ジャリと砂、こいつを掴むと口を鼻の中へガガガガッ、うわっ、何だ、何だ、苦しい、苦しい、苦しい、まだ暴れやがって、仕事いやつ。こうなったら、江戸屋の引導だ。迷わず成仏、しやがれ。懐に飲んでおりました、研ぎ澄ましたでばもつ。苦しんでいる国のあたりへ、バシャー。突き立てたからたまらない。うわあ。そのまんまブク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 と沈みやがって、とっととどこへでも勝手に流れて行きやがれ。Thank you.
お。降ってきやがった。へっ。死んで恨みの涙雨かい。こちとらみてえな悪党には通用しねえ雨だよ。ちょうどいいやいこれ。血に染まった出ば、雨でもって荒い気を。そのまんま、元来た道を。ちょうど今、吾妻橋のたもとまでやってきた途端に、わし、なんだ、おっと、びっくりしちゃった。なんだおめえは。ご覧の通りの、かぐやでございますよ。かぐやか。ちょうどいいや。これからな、深川の黒井町まで生きてんだよ。おい、行ってくるか。ありがとう、どんじゃす。こんな空でござんすんでね。すいませんけれど、週にね、ちょいと弾んでやっておくんねよ。おう。いくらでも弾んでやろう。急いで行ってくれ。えい、かしこまりした。お、相棒。いいお客様、巡り合ったで、どうもありがとう、ありがとう。えい、お、おい。で、何でですか、お客さん。どういう風に道取って行ったらようがいしょうか。おめえたちはどうやって行くつもりだ。何でございます。これからでござんすとね、まあ、まっつぐにこう行きまして、二つ目の通りまっつぐに行って、それでまあ、霊岸島へ、おい、ちょっと待て。俺な、夜、寺の近所を通るのは嫌なんだよ。回り道でもな、違う道取って行ってくんねえか。わかりました。どこでもね、おっしゃる通りに、参ります。雨降ってますんで、顔の垂れは下ろさせてもらいますから、いきますか。はい。じゃあ、お、相棒、上がるよ。よっ。おう、かごや、どれまで来た。え、おたけ村の目ぐらいまで来たかい。え、それはね、お客様の目ですかね。こちらもね、急いでるつもり、ね、なんですけどね。なんでございます。まだ土手でございます。なんだ、まだ土手だ。おかしいじゃねえか。いつもだったら国土手なんて通り過ぎてるはずだぞ。それがね、私もおかしいんですよ。いくらね、こうやってね、相棒、顔をかづいて足忙しても、まだ、これは土手だな。そうでございます。まだ土手でございます。あ、かごや、そろそろ高橋あたりまでは来てんだろうな。それがなんでございます、旦那。まだ土手なんでございますわ。おい、冗談じゃねえぞ、おい。そんなにおめえ、吉原の土手が長いわけはねえじゃねえか。よく見ろよ。よく見てやすよ。あれ、旦那、なんだか知らないんですけどね、道がよくわからなくなっちゃったみてえで。かごやがわかんねえでどうするんだ。どうするんだったって、私だって気持ちが悪くなっちゃったんですよ。なんだか知りませんけどね、ここ土手の道鉄のところなんて言われて、なんだか知らねえけどね、ちっとも吉原からね、先の方に行けねえんでござんすよ。なんだか知らねえが、吉原とてから抜け出せねえんでござんすよ。なんだか気持ちがある。おい、相棒、ここはなんだ。おい、浅草の観音様の裏手じゃねえのか。ここはおめえ、俺たちも知ってる専属村ってとこじゃねえか。おい、なんだか知らねえ、えらいことになっちゃったな。旦那、すいません。坂台と籠台、結構でござんすから、籠から降りてください。冗談言っちゃいけねえ、この野郎。何言ったのに、こんなにまごまごしてるぐらいだったら傘と下駄買ってな、今頃は深川についてるって証明。早くまっすぐ行け。まっすぐ行けってますがね、旦那、さっきから気になって仕方がないんですけど、 あそこにね、ほら、前歩いてる女の人、こっちが右へ寄ろうとしますとね。
同じように身に寄ってくるんでござんす。しだり寄ろうとするとしだりの方へ寄ってくるんです。おい、おかみさん、邪魔だからどっちか言っといてくんねえかね。やっこの軍事のやつも顔の垂れ子をすぐっとめくったん。途端にね、前をふらふら歩いていた。その女の人がひょいっと振り返ってみたと笑った。軍事も驚いたが、かごやも驚いたの驚かねえの、出たーってえとそのまんまかごほっぽらかしていなくなっちゃった。冗談じゃねえや。人の一年ってのは恐ろしいもんだ。そういや気のせいか、さっき死刑を着込んだ墨田の川、気のせいだとは思ったが、川もからプーッと登ったが、あれはやっぱり火の玉だ。吉原の方角へ飛んできやがった。メイドの旅は娘と一緒のつもりかよ。これからとても深川までは行けねえや。約束の金は欲しいがな。あの顔を今見たばっかりで、明日三両の金もらえやいいや。祝いだい、これから戻ろう。これが誰だって君が悪く思うな、当たり前だ。さすが悪友のやっこの軍事だ。怖くなったもんと見えて、そのまんま大門をくぐりまして、江戸町二丁目祝い屋。吉原にだって数多い遊女屋はございます。ですから遊女屋と言ったってピンからキリ。この祝い屋なんというのはそんな上等な女郎屋じゃがないんだが、ましてこんな雨の晩、試験の昇進が鳴ったがとですから、表を通る人もなく、店先の明かりは落ちて、車の中はシーンとして、おい、ゴンジドン、お前、
親戚におめでたがあるから今日一日お暇いただきますって言ったのはいいがな、こんなにおめえ遅く帰ってくるとは思わなかったよ。おめえが一人寝てと困らな、他の若い衆が急に忙しくなっちまって、どうも申し訳ございませんでした。早く帰ろうと思ったんですがね、この雨でござしたんでね、どうも手間取っちまいまして、申し訳ございませんでした。自分の部屋に戻ってきた郡司が、嫌な接触したい、思い出しただけで寒気がするが、気のせいかな、それともはばかり行きたくなったのかな。よし、立ち上がりますと言うとそのまんまはばかり、まあこういったような女郎屋の便所ですからあんまりにやかなところにはないんで、廊下の外れ薄っ暗いところをひょいっと曲がった場所だ。商売が商売ですから三つこう並んでいる、その真ん中の一つ取って手かけて開けようとした途端に中からおこら、どうもすいません、失礼しました。それじゃあってんで一番手前の戸に手をかけた途端にこれはどうもすいません、おいなんか ご神道衆でございますか、どうも申し訳ございません、失礼いたしました、とって一番外れの接近に手をかけた途端に中からまた三つとも誰か言ってやがる。真ん中の戸が一人でにこぼおいた、どうもすいませんで、ああ誰も言ってねえじゃねえか、おかしいなことあるもんだな、さっきは確かに中で声がした、一番手前の接近の戸をギッと開けるとやっぱり誰もいねえ、一番外れの戸の中を見たんだがやっぱり誰もいない、なんだよこりゃ、なんだなんだよおい、泣き声が聞こえるぞ、どこで？どこで？かすかにこのすり泣くような女の声、声を頼り接近のある暗い廊下を出て裏場所の上から聞こえてくるんだ、ひょいっと上を見る、はしご段の一番上のところ、そこにこう両の手をこう乗せて顔をその手の上にこう伏せ、体はというと階段のところにこうずーっとぶら下がった形で若い女が泣いてる、もしおいらどうしやした、お座敷行かなきゃいけませんよ、おいらさ気分が悪いんでござんすか、あしがお部屋までお連れ申しますよ、さお手を貸しなせ、お手取って差し上げますから、お手をお手を、うわっ冷たい手で、冷たい手でございますね、おいら
だ、大丈夫でございますかおいら。こうやって顔を伏せていたその若い女が、あんた大丈夫なわけはないだろう。人に恨みがあるかないか思い知らせてやるからね。顔を上げましたのは、喉のあたりから鮮血がこぼほとばし、左の目がだらと飛び出し、死体が真ん中からばかと割れたあのお里だ。髪をおどろに振り乱し、大丈夫かとこう握られたその腕を冷たい手でキューと握り返す。というとやっとの軍事そのまんま階段をダダ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 ダ下まで転げ落ちた。廊下の角のところでパッできる柱で持って眉間のまんま、バシャッ。その生きたげたやっこの軍事の顔を階段の途中にこぼすと立ち上がりましたお里が、ざまあみろざまあみろ、お前もあたしと同じだよ。お前もここからは出られないんだよ。ちょうどその同じ刻限、深川黒家町、例のあの大学ともであります源左衛門の家、訪ねてまいりました女、言うまでもないお里の母親、その後ろにお里が立っております。己迷うたなと脇にありました合口を振り回して、二割り棒や腹を落とした弾みに足元がくる、よろけたはずの己の喉を突き立てまして、ついにこの極悪人の息も絶えるのでございます。己の犯した悪事のため幽霊にたかられた二割り三尺高に国門大の露と消えることなく、己の命を絶っていったのでございます。抜けられぬ雨の吉原一席の怪談話でございました。